おーすごい並んでる。あ、じゃあ 大盛況ですよ。だってまだ会場まで30分以上あるのに。おイノシシ料理の他にあのアルコールとかも、ね、いいですね。いや、いいよいいよ。何食べようかな。なんかタコスとかご飯類は売り切れることも結構あるみたいですよ。あ、皆さんもぜひ並んでくださいね。ここ最高尾です。食べちゃった。何食べたんですか？オフィシャルだから、ね、カルビ丼。あ、カルビ丼、目玉焼き付き。おー、いいなー。でも完売しちゃいました。完売もう会場前なのに完売。すごい。あの、何を召し上がろうとしてるんですか？おすすめを。おすすめ。はあ、あの自分で決められるのは優柔不断なんです。あ、そうなんですね。イメージとだいぶ違うんですね。どういうイメージ？犯人じゃないこのカメラ。新作タオル1000円です。何食べますか？よろしくお願いします。おすすめを自分で決められないんでね。移住団なんで。松坂世代ってみんなそうですか？あ、松坂世代そういうところあるよね。似た者同士みたいな感じ、ね、あの僕らの世代で自分で物事を決めるの広瀬涼子だけです。それで何回も結婚してる。自分の意思で。なるほど、うん、あの子は好きなのよって言われる。あ、なるほど。よろしくお願いします。どんでしたですか？お疲れよね、ご苦労。今なんか変わったのがありますね。インカコーラとか、ネプタリンゴ。なんかどんどんメニューが増えていってる感じ。なんかね、その日によって変わったりもね。あ、ニンニクでお願いします。たっぷりめで二皿目です。おかわり二皿目。何をおかわりしたんですか？プレートです。あ、プレート。大好きです。姉さん、ありがとうございます。はい、すいません、どうも。どうです。二皿目です。あ、そうですね。二皿目です。おー、そう。そう、これがあるから今日何も食わずに来たもん。そうですか。タコスとステーキプレートとか食べれます。はい、大好きです。旅行大丈夫ですか？試合前。全然大丈夫です。試合なんかあったっけ今日？あるよ。はい。ジュースサービスで全部。おっ。はい。これ選手。今日出てる誰の選手が一番儲かります？そう。申し訳ない。チャンピオンが。チャンピオンからお連れもらいます。どうぞ。チーズとハラピーニョ。チーズだけです。はい、チーズだけ。あ、すごい。トッピングもいろいろあります。そうです。はい。はい、どうぞ。はい、タコスとステーキプレートで。プレートをやってから試して。はい、なんかこの、あの、何ですか？ポップ値札も可愛いですよね。これ木村の手書きですよ。色をイサオがつけてます。なんで笑ってるんですか？意外となんか細かいところまでこう行き届いてですね。もっと素晴らしいことじゃない。石に書いたこうやってパッと置いてるんだろうね。なイメージですか？ちゃんとこう見えて木村はすごい女子力が高いの。女子力だけやとアフロにしねえだろ。もうちゃうよ。女子力じゃなくて人間力が高い。人間力が高い。総合力。性別としてね。すごいですねこれ。ありがとうございます。
チキンそばかもしれないけど、いや、そりゃそうでしょう。そう、ありがたいです。こんなにメニューはあるし、でも、あ、ここ最高日ですよ。いやいや、素晴らしい。はい、あ、ありがとう。じゃあ、716もお願いします。あ、ぜひ、ありがとうございます。ケンさん、油身好きですか？大好きです。あ、じゃあ試合前に試合中にゲロッといきますねていうか、ハードヒットは伊沢さん出ようよって話です。ここでやってる。公開オー公開公開状態か、普通に即ホームページ更新されて世界の伊沢を、ハードヒットのギャラじゃ払わせんよ。まあ、そのチャンピオンは肉を串に刺してるわけですね。串に刺すのうまくて、串職人、はい、メイン串職人。で、私細かいこと苦手じゃないですか。いや、細かいこと全部やってもらって食事作りながら同意できないですね。私はもう得意なんで、本当だ、先着10名って書いてます。はい、さあ先着10名目玉焼きサービス、にしたらもうあっという間に売り切れて、そりゃそうでしょう。目玉焼きが余ったんですよ。すごいな、川村さんが大盛り頼んだんで目玉焼きが余ってきた。グレードグレードボタン最高尾がね、あそこにある。ちゃんと並んでください。ちゃんと並んでください。こっちの、こっちの盛況ぶりに反して、売店の声がなんか寂しく響いてます。帰りね。帰り。ずんだのお菓子もある。味噌。味噌、猫、ずんだのお菓子全然売れないですよ。やっぱりみんな行きますもんね。ステーキの試合を追っかけて。ずんだもいいけどステーキ食べたくなっちゃうのかな。はい。さん、ステーキのソースどうしましょうか。おすすめね。どうしよう。半分にんにく半分でもいい。すごい。タコス、チーズとハラペーニョどうしましょうか。お願いします。もうすごい。意外とあれですね。本格的ですね。そうなんですよ。意外と。いやいや、普通こういう移動販売ってなんかこうね、腹だけ満たせるみたいなあれですけど、こんな本格的な、入れすぎだろ。もうなんか、もう自分が食べたいものを売ってるんですよ。あ、すごいな。いやいや、素晴らしい。目玉焼き、目玉焼き好きですよね。大好きです。今まで目玉焼きしか食ったことない。嘘つけ。ツッコミがいないと成立しない会話やめた。売ってる人ハマらでしょ。売ってる人もそれどころじゃない。すごい。あざーす。ありがとうございます。この感動ですね。あったかいものが食えるって。はい、エノシシステムプレート。やった。美味しそう。すごい。低温で火通してるんで、ピンクなんですけど、はい、大丈夫です。完全に通します。いただきます。はい。いただきます。どうぞ。お待たせしました。結構みんなが並んでるので、早めにできるやつって何ですか？早めにできるやつ。串ステーキとか。あ、じゃあ串ステーキを4本。はい、はい、お願いします。あ、じゃあ、インディゴンのジュース取ってってください。おお、選手サービス、サービスいただきました。はい、そう、あれ、これお酒か。あと、あそびてお酒ばっかりだ。じゃ、ジュースいただきます。すごい、すごい楽しみですね。配達しましょうか。お、そんなことか。でも大丈夫、大丈夫ですか。すごい選手みんな、ね、試合前忙しいんで、よく控え室まで配達。優しい。
伊沢くんはもうすでに表情なくなってますね、今日。オープン前からオープンまだかオープンまだかって言われて、ずっと伊沢くんにはもう今日どっちのままオープンしました。ありがたいことですね。すごいいい匂いがします。すごい並んでる。こういうのあるとね、お祭り感が出てね、楽しくなるからよりいいですよね。わー、ありがとうございます。串ステーキー、あ、じゃあね、いっぱい並んでるんで、すいません。ありがとうございます。あ、ごめんなさい、すいません。7時から作る特典がどっちがいいですか。すごい美味しそうです。イノシシステーキ1本食べていただいて、はい、いただきます。どうだったら猫マスの前で、あいただきます。うん、うん、うん、おいしい。脂も乗ってて、なんだろう、牛でも豚でもない。でも臭みとかもなくてすごい食べやすくて美味しいです。これを食べて今日は勝ちます。